どうも、ナナタです。チャイルドオブライト、正規版を購入しまして、ちょっとやってみようかなと思います。バイオも今永続してやってるんですが、ちょっとね、家で一人でバイオをやるのはね、ちょっと心が折れてしまいます。なので、まあちょっとこういう怖くないやつもね、オキュラにフレンドを送るには、よくわからんわ。ということでね、ダウンロードコンテンツあったっけな、なんか。怖いんでね、だって。ということで、エキスパートでしょう。バイオ系は全部カジュアルでありますが、ロールプレイングなんで基本は全部。さあ、ベッドへお入り、お話を聞かせてあげましょう。失われた王国レムリアと輝く女の子のお話を。オーストリアのとある公爵家にオーロラという娘がいました。謎めいた母より生まれ、父からは大いに愛されていました。公爵は彼女を溺愛し、一人で育てました。しかしある時、寂しさを感じ、過ちを犯してしまったのです。1895年、復活祭を控えた聖金曜日、公爵の傍らには初々しい花嫁がいました。その夜、オーロラが眠りにつくと、炎の力が弱まりました。体から熱が失われ、肌は雪のように冷たくなりました。翌朝、その瞳からは光が消えていました。公爵は嘆き悲しみましたが、どうすることもできません。オーロラは死んでしまったのです。ところがある時、彼女は見知らぬ土地で目を覚ましたのでした。はい、ということでね、以前は体験版か、そちらの方をやってたと思うんですけど、今回は正規版。まあロールプレイングなんで、ロールアクションロールプレイングみたいな感じか。少女と蛍、はい。で、操作方法、バツでジャンプ、キャラクターオーロラ、とりあえず進めるところへ進めよう。トゲの木、これ登っていくんかな。ダッシュとかあるのかな。登れない。完全なレベル1ですね。こっちじゃないね。こっちでいいのかな。おっと、なんだ、修道院。光が溶けていくわ。
ちは何かあるかしら。この上は上がれないみたいですね、まだ。怖くなんかないわ。何したらいいんだろう。もう登れない。来いよ。上上がらないといけないのかな。上上がってもやることないな。上がれないのかな。ちょっと操作方法何かないかな。ちょっと戻ってみよう。あ、こっちから戻れないか。触れられないのかな。何もできない。私は何をしたらいいんだ、これ。
この子は死んでるんですよね。したらいい。マジで分からん。あ、登れた。修道院。夢の中なのに空気は冷たい。暗い魂に包まれているよ。お願いだから目を覚ませて。目覚めて悪夢を、私を解放して。お父様、心がくじけそう。あ、なんか覚えてるな。不思議だな。雨でもないのに雫が落ちている。誰？さあ、目についた雫を拭いて。濡れたままだと苔が生えちゃうからさ。蛍から話しかけられるなんて。悪いものでも食べたこしら。食べ物？そんなことより僕困ってるんだよ。そういう名前の子ならあなたの目の前にいるわ。僕の前には君しかいないよ。不思議な子だな。何言ってるの。私がオーロラなのよ。だったら、なんだ、だったらそう言ってよ。ついてきて。レディーが君を待っている。彼女は森の小川のように長い髪と輝く目を持っているんだよ。私をこの夢から覚ましてくれるのかしら。アールドで動かします。これね、こうやって踏んで、宝箱とか取ってくれるんじゃなかったっけな。宝箱は取れないか。雫を取りに行こう。回復薬。
これはまだ取れないのかな。敵がいるとアイテムは取れなさそうですね。取れないだろうね。ああ、取れなさそう。まあ、とりあえずこの子についていきましょう。ホタルに。ああ、間違った。落ちていいのかな。何こちら。花が光を放ってるわ。光のかけらだよ。まるで闇を貫く鋭いもの。食べてみなよ。回復ができるようですね。ダメージ食らった時とかね、いいんでね。この木の向こうだよ。でもどうやって取り抜ければいいの。扉が閉まってるね。待って、3つの球体と扉の模様、きっとそうだ。ホタルさん、お尻を光らせて。会ったばかりなのに大胆だな。いいから言って通りにして。なるほど。こうか。そういうことね。すぐ体力切れちゃうから。じゃあこれを。やりにくいよね。体力が回復する前に待ちましょう。まず上に持っていってこうか。で、そうだな。これで先に進めるわね。誰が飛び棚なんか作ったんだろう。
誰の像かしら。剣を取りなさい。誰？お化けかしら。この声はレディーだよ。すごい、この輝きを見て。怪物だよ、逃げなきゃ。大丈夫、私にはこの剣があるわ。さあ、バトルが始まりました。タイムラインには次に行動するか表示される。戦闘も慣れていくしかないからね。こいつ動くと思う。敵の背後から攻撃を通過して先制攻撃をできます。回復の薬、でもとりあえず覚えとかないといけないよね。
HP を獲得。魔力の薬を手に入れる。先へ進みましょう。やっちゃいましょう。まあでも魔法を使わなくてもいいと思うんですけどね。オキュライ。では先へ進もう。モニリのレディ、こっちです。オーロラ、修道院。カーカー、壊れた石の塊でいっぱいだ。あれはなんだい？ルビーの原石。おう、バトルだ。
立ちたがり。おい、私の声についてきたよ。仕方ないよ。おー、びっくりした。ホタルのエリクサー、 ああ、そうだ、スキルを上げれるな。こっちはな、まだいけないか。オーロラ、扉が閉まってるわ。どうやったら開くんだろう。こうでしょ。
研究所らしくのところに来たんだ。よし、どれ、あ、うん、うん、あんな高いところ登れないわ。もしもし。はいはい、気をつけて。はい。はい、というわけで、今後はここまでにしておきましょう。次回はこの続きからよろしくお願いします。それでは、失礼します。ダンタでした。